どうしてサインしてもらわなかったんだろうね。サインだけはもらわなかったけれども、とてもね、綺麗な色の、不思議な色の目をしたそうだなと思ってね。だから口元がなんかプリンとしててね、すごく可愛い口してるなと。あ、この人は絶対世界的な人気の出る、あの、今当たり前の人だなっていうふうにね、あの、最初に会った時思いました。本当にあの音楽の、うん、世界の歴史を変えるほどのね、やっぱり力を持った方であって、そしてもう本当世界中に惜しまれながらね、若くして亡くなってしまったっていうことはものすごく残念ですけれどもね、やはりプレスリーのあの何とも言えない甘い丸いビロードのような声っていうんですか、それはやっぱりいつまでもね、あのレコードやなんかとして残っていくし、私もこの写真はね、とっても素晴らしい若い時の思い出として大事に撮っておきたいと思います。ちなみに私多分24歳ぐらいだったんではないでしょうか。